たいっす。はい、じゃあブーゲン。ブーゲン。はい。喧嘩してる時誰か言っちゃったから。ダメっすよ、それ。兄貴。おー全員おー負のオーラがすごい。もう死んでますけど大丈夫ですか？全然。さっきあんな回復したって言ってたのに。全然。このまま鳥取砂丘まで。行きましょうか。ぶっちぎりましょう。気合の入った一言お願いします。頑張るぞ。はい、パーキングエリア着きましたよ。ルーレットタイム。ルーレットタイム。せーの、よいしょ。おーいるわ、やっぱ神様。まあ、結局ね。うん。僕くんもしんどいですよね、もう。逆にしんどい。さあ、もう行ってきて。頼む。ガムゲットー、ダメ。夏。同じいいっすよね。これめっちゃ夏いわ。夏メロ、ちょっと聞きたくなりますね。あー。夏メロとなんでもいい。いいっす。日になるね。おお、なんだか暑い。日差しがとても眩しい。おお、いいっすね。大きな空の下で二人に一つになったのなら一つだけだと思うね。おいしそうね。ゴーゴーリンク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 ン。お願い願い。鳥取砂丘到着しました。今僕たちも疲労が限界に達しようとしてる時にいつの間にか目的地に到着しました。時刻が今13時43分。もう多分スタートしてから相当な時間計画しております。もう計算すらって感じ。計算ができないです。鳥取砂丘すごい絶景です。これですかすげえな。はい、では砂丘ルーレットしたいと思うんですけど、一回やろう。10分に1回景色行こう。まあまあね、さすがに。おいしょー、ちょっと、ここ欲しい。動くな。あー、俺も出たい。さすがに。マパチ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 。おー、と。なんかいい感じ。平和やね。平和にね。いいこといいこと。よー、スタートで。はい。あ、まだ。もうスタートしました。おー、何これ。感触が。あー、気持ちいい。気持ちいい。あ、なんか匂いも自然な匂いがする。すごい。いいっすね、これ。え、めっちゃいいじゃん。大きい声出していったらいいかもよ。砂丘最高いいっすね、これ。大きい声出してみるからも。砂丘最高なんかいいわ。よくない、ごめん。びっくりした。もう頭おかしくなった俺。バカ。あっちの奥までちょっとダッシュしてみようか。どうぞ。外装見てみて。青春ですね、青春。今余裕あります？10分ですよ。あります。トイレ行きたいですよ。トイレだけ行っておきたいんで。でかさ。僕は。俺もトイレ行きたいよ。じゃあ行きましょう、どっちか、確かに。よーい、ドン。あー、いいっす。もうちょい前行きたいですね。もうちょい前行きたいけど、はい、もうすぐ疲れちゃうよね。行ける場所謎ぞ。確かにあっちのちょっと森林のとこ行ってみます。いや、一旦時間がねえんだ。戻んなくちゃ。サーミン行けば歩いて行ったら。はい、はい、じゃあ休憩が終わったんで軽く海見ますか。海見よう。海見つめて安らぎを手に入れたいと思います。新お兄さん、海までお願いします。新兄貴っす。信用にはあれですよ、ガキつかなんです。何回も言われてるね、もうね、ごめん、申し訳ない。じゃあ、ごめんなさい。だから、新兄貴っすね。もうなんか何してもね、疲れが取れない。芯から疲れてるみたいな感じでしょ。そうなんですよね。体の芯から疲れてて、お風呂に疲れたいって気持ちがある。ああ、そうだね、そうだね。おー、すげー。あ、めっちゃいいやん。いいね。火曜サスペンスの最後のとこっぽいっすね。あー、自白するところね。そう、そんな感じしますね。そんなダイナミックさを感じるね。ヤシの木みたいな、ハワイ感出してます。確かに。波がすごくなってる。めっちゃいいやん、ここ。音もいい。うわー、いいな。これ癒しスポットやな。東京からこんなとこまで来たんですね、僕ら。いや、ほんとそうだよ。はい。では、海もある程度見たということで、今から僕の実家向かって、まあ、前さんの家族もいるんでね、相馬さんに今対面してもらおうかなと。ちょっと会いたいね。感動の再会。思います。冒険まで。レッツ、ゴー。そうなるよ。はい、実家の近くまで来て、僕がおすすめのたこ焼き、ちょっと買って、相馬さんに食べてもらおうと思います。行きます。なんかね、車の中でね、寝てるんですけど、寝ても寝てもなんかもう回復しないですよ。
一生寝れるよね。不思議となんか一生寝れちゃうっていうのは気を失ってるんですよね。もうあ、うまっ、あ、うまい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 。はい、実家に着きました。もうすっかり夜中で、まあいろいろ充電とかしたりとか、今日の動画のアップロードとかしたりとかして、まああの撮影が遅れたんですけど、はい、実家のベッド。急に実家に入って前さんの子供を出会う権利。いやーそれは欲しい。そして欲しい。まあ俺はいつでも出会える。今回は相馬さんがいた方がいいんですけどね。本来はね。はい、じゃあ俺が買った場合はここに呼びましょう。ああ。もし相馬さんがだったら相馬さんが実家を見てくるっていう。一応リフォーム済みなんでね。で家族の団らんの時間を、ね、ああまあそうですね。その見てくるっていう、眺めるっていう。写真だけ撮っとくわじゃあ。ああわかりました。うん、ポンキャン家族の団らんを眺める。相馬さんに足りないものが見つかると思います。でも俺は。携帯は今充電してます。どこどこですか。マイスさんに勝ちました。あ、なるほど。じゃあじゃんけん、最初はグー、じゃんけんほい。あ、勝ちましたってことは連れてくる、連れてくる、そうは、足りないものは見つからない、見つからない。一応まあいいや、それで俺もでもマイスさんのね娘に会うの結構久しぶりな気がします。あ、本当に久しいよね。握手だけしようかね。はい、怖くない。はい、こんにちは。トランジスタだよ。怖いね。怖くないよね。怖かったな。ねえ、ごめんな。夢に出るよ。それあかんやん。バイバイ。またね。トランジスタって言ってあげてたと。トランジスタ。トランジスタ。あ, ありがとう。気にしましたね。はい、そういう感じで。でもなんか可愛らしい、めっちゃ。やっぱ相馬さん嫌われてますね。嫌われてない。ほらバイバイしてるもんね。バイバイ。バイバイ。可愛かったですか。可愛かった、可愛かった、やっぱり。やっぱその子供とかさ、この家族、そういう温かさを感じたね。はい、ああ、よかったですか。うーん、やっぱり。なかなか触れ合う機会ないですか。いや、ないよ、子供とかなんて。甥っ子とかもやっぱもう中学生とかになっちゃってるから。ああ、ちょっと生意気な感じになりそう、ね。そうそうそう、やっぱあのぐらいの子が一番可愛いよね。もっと仲良くなりたいな。いやでも良かった、めっちゃすごい癒された。今24時間換気生活の中で一番癒された、うん、ダントツで。確か良かったですね。可愛かった。やっぱ可愛いですね。可愛い、やっぱどうしても可愛い。和みますね。和むわ。で今時刻の方が18時55分ということで、残りなんと2時間です。2時間、2時間切っております。もうこれね、東京着かないです。いやもうそれそうだよね。絶対無理ですね。まあどっちでも東京戻らないといけないんで、まあ、今から東京を目指していくんですけど、うん、24時間の何分前か1時間前ぐらいになったらもう一回ちょっと動画撮ってみましたりとかしてね、うん、そうですね。ラストの瞬間を皆さんと一緒に迎えたいなと思います。とりあえずじゃあ今から東京方面向かいます。よし、うん、はい、残り1時間を切ってました。いよいよだ。ちょっとぼーっとしてね、相馬さんも出てて、それをまあもうシュンとしたんですけど、気づいたら状態、ね、気づいたらなんと8時回っておりました。あーやばい。8時4分です。うわーすごい、すごいっすよ、マジでこれ。48分からじゃなかったかな、確か。そうだね。あとだから残り44分。うわー。で、まあ24時間タクシー生活が終わりということです。いやすごいな。いやすごいわ、マジでね。腰がね、すごいね、重い何かを抱えてるっていうか、脊髄で言うんですか、脊髄がもうなんかちょっと、ね、悲鳴上げかけてるんですよ、ね、分かる分かる。なんかずっともうこういうなんか板がついちゃったみたいな、なんか違和感があるよね、すごい。なんか帰りの方が不思議と元気出てきて、なんか今結構目は冴えてるんですよ、どっちかって言ったらまだちょっと元気になってきてるというか。いやー、ハイになってんだ。そうですね、夜の方が楽なんですよね。わかります。明るいとしんどいというか、それでちょっと元気になってきましたね。今もう元気なんだ。ちょっとお腹すいたな。ラスト食いません。あ、それめちゃいいじゃん。すいません、ちょっとサービスエリアやってもらっていいですか。はい、すいません、ありがとうございます。とりあえずでもこの1時間終わるっていうのがすごいことだから。いや、すごい。でもこれ1時間さ、一応終わったとしてもさ、はい、まあ、続きますけどね、ま、続くってことだよね。東京帰らないといけない。そうだよね。タクシー乗り換えないとダメです。またここで乗り換えるんですか。豊中あたりですね。1台目なんですけど、このタクシー自体は、料金バッとどえらいことになってますね。やばいっす。いやだって身体的にもさ、金銭的にもさ、もう全部きついじゃん、もう結局。いや、きついっす。でもなんかやっぱ不思議と心地いいんですよね。これが動画になった時どういう評価を得て、どんな反応がもらえてっていう、そこを見た時にいいのにしたいなっていう気持ち。なるほどね。ラストね、まあ、元気あんまりないんですけど、最後の力振り絞ってちょっとラストね、やっぱいい感じで盛り上げていこう、盛り上げていきたいなと、はい。たださ、この俺デジャブなのよ、これ、はい。コンビニの時もさ、この最後こんな感じだったじゃん。この動画はもう100万いくでしょうと、単価を切って出してるわけじゃないですか、はい。結果的にいってない。概要欄に貼っときますけど、日本で合わせて100万はいってますけど、はい、逆に言ったらこれをきっかけにその動画を知って、言ってくれる、うん。これに関してはタイトルが結構バズりそうでしょ。前はちょっと分かりにくかったけど、はいはい、今回はもう単純に誰が聞いてもヤバいなって分かるじゃないですか。気になるじゃないですか。タクシーどれぐらいお金かかるのかって。これ再生数取ると思うんですよ。いやもうこれを機に、ヒカルジスタシリーズ見ていってほしい。僕のこの相馬さんとのシリーズ、このシリーズの一貫するテーマっていうのは何かっていうと、すで
にある程度 YouTube で有名になった人間がまたこんなことやるんかっていう、ここがテーマなんですよ。この人たちは有名になるためじゃなくてただやりたいだけなんだなっていう、刺激を受けてほしいんですよね。言ったらどこまで行っても俺たちはチャレンジャーなんだぞ、はいはい、YouTube 全体を盛り上げるつもりで、そうってことだね。素晴らしいね。あ、着きました、サービスエリア。あ、飯か。14分です。残り30分ぐらいですね。飯食うの中だよね。そうですね。じゃあちょっとお願いしないとな。マイスさんにラストにふさわしい飯をね持ってきてもらいますか。持ってきてもらいましょう。僕はルーレットとかじゃなくても、まあ、これタクシーの中で最後終えたいから。最後そうだよね。じゃあマイスさんお願いします。頑張りました。お願いします。もう僕チョイスで。マイス行っちゃいな。それ初めてのパターンで最後の最後に出したのそれ。めっちゃいいなって。いいでしょこれ。いやいい。もっと1時間ぐらい使ってほしかったこれね。これから使っていこう。残り20分を切りました。もう終わるんすね。寂しくなってきたねちょっとね。まだ2日ぐらい行けそうな気はしますよね。いやなんか行けそう、マジで。旅したいなって気になりました。旅したいですね。あ、旅したい。全国47都道府県の旅とか1個ずつ制覇していくみたいな。近畿地方編やったら、はい、1本の動画で近畿地方全部回るっていう。タクシーで。まあ、タクシー好きっすね。逆に自分らで運転するってどうですか。まず、免許持ってます。持ってないよ。あ、持ってないですか。持ってない。使えへんな、俺。いや、使えへん。自分らで運転していくって楽しそう。おしゃれじゃないですか。青春だね。最後の飯食いますか。グッチュジューチュ飲んでいいですか。なんでこれ買ってきたよ、マイさん。あと、俺に対して終始特茶だ。特茶が一番、はい、ダイエットには。ダイエットにはいいんで。メッシュは結構何買ってた。種類結構、これが一番でも高かったですね。寿司。はぁ、焼きマス寿司。サバかな。超ダブル受賞してるぐらいの。1100円ぐらいしました。まあまあ美味しそうな感じしますけどね。もう一番ドーンって出ました、これが。いやー、これ最後の前田さんのご褒美だね。じゃあそれがダメだった時にも僕何個買ってきてますから。それで言うともうダメだった時すごっこれ、はい、すごっ。このダイレクトとかに入ってる。ダイレクトか。これ絶対うまいやろ。間違いないっていう。いただきまーす。すごっこれ。切れてない。これどうなった。ビニール、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 ビニールでしょ。俺この上に今日醤油かけてもないけど。やらかした。もうめんどくさいってもう。天然すぎでしょそれ。いや分かんないでしょ、こんなん。いやビニールやんそれ。どう見てもどう見てもビニール。マジきついって。醤油しない。最後にさちょっと大チョンボしてるじゃん。泣いたわこれマジで。急に泣いちゃった。いただきます。いただきます。生姜中入ってる。めっちゃうまい。あ、うまいっすか。生姜僕好きじゃないんですけど、でもうまい。生姜好きだから最高。このサバ寿司はマジうまいわ。マジでお前この動画一番の仕事したな。一番だね。これもうラストって感じする。うん、本当にご褒美って感じ。めっちゃうまい。マッサーに食うな。なら前さんに食事いる。サバのレベルが違う。いいっすか一口だけ。うん、ありがとうございます。これでかすぎへん。でかい。めっちゃでかい。身もシャリと同じぐらいなんで身が。あ、ありがとうございます。はいはい。うーん、はい。うまっ。身が本当にでかいですね。めっちゃサバの、うん、肉厚半端ないよね、うん、超ジューシー。うまこれで、生姜がさっぱりしてるからさ、うん、大葉と生姜があって絶妙っすね。絶妙、半端ないわ。まあ、なんかウニも高いところのウニやったらウニ嫌いの人も食べれるみたいな話あるじゃないですか。はいはいはい。それのこれサババージョンっすね。確かに。サバ寿司バージョン、このサバ寿司だったら多分そんな好きじゃない人でも食べれる可能性がある。めちゃくちゃうまい。プリンセスだけちょっといただこうかね。ちゃんと全部食っちゃったもん俺。うまっ。カップル寿司うめえな。なんで超えてくるの。なんでサバ寿司超えちゃったの今。いやいや、うまいんすよね。いやいや、それは誰しもが分かってるけど。うまー。そのカップル寿司入れます。カップルジュースあるの。あ、ありますよ。でもさすがにサバ寿司は超えてこないでしょ、相馬さんの中で。さすがに俺の中でちょっとあれかもしれないけど、サバ寿司が強すぎるし相馬さんの中では。いやだってそんなどこでも売ってるし。俺はもううまいけどだよね。うまい、まあ、俺が間違ってましたね。いや、それは関してちょっと俺さすが言わせてもらえず、先輩として、はいはいはい、それは浅はかだったなってちょっと思った、正直ね、はい。うん、うめえ。はいはい。もう俺もドキドキしたよ。振られてる瞬間、うわ振ってきたわと思って、こんなんもううまくいくはずないじゃんっつって思ったけど、はい、案の定だよもう。確かにね。うん、鬼もずっと窓を見てるよ。ちなみに4号車はスタンバイ OK です。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。待ち合わせ場所に。あ、すいません。ありがとうございます。ほんとこんなことしてる場合じゃないですね、ほんとに。すいません。もう、時間は。あ、あと7分や。あと7分だ。走りながら行きますか。確かに、ぽいか。そっちの方がぽい。では、残り5分。はい。
走りながら向かいましょうか。向かいましょう。いやー長かったな、思えば。長かったですね。若い時って本当一瞬で過ぎていくから全力で行きたいですね。確かに。いや本当思うんですよ俺。27ってまだ元気じゃないですか。30もまだ元気じゃないですか。うん、もう40、50になってから全力で生きるって結構厳しくなってくるじゃないですか。どんどん、はいはいはい、家庭持ったりとかしたら。まあそうだよね。今だからこの全力で生きれる時に本気で生きてほしいなって思いますけどね、みんなにも。後悔しないようにってことだね。いやそうです。時間ってやっぱね有限でいつの間にかなくなっていくんでね。だからこんなこともやってるけどさ、これも大切な若い時間を使っても24時間だからね。そうですね。すごいことだよね。これも絶対記憶に残るからね。将来全力でやっぱやっていきたいね。いや俺も本当そうだよ。しんちゃん、マジしんちゃんで頑張ってください。いやマジでそう。もうこういうのやった後だったら生半可のことできないじゃん。いやもう結構ないいプレッシャー受けてますよ本当。クオリティを高めようと。でも本当に僕今さ新しいチャンネルでさいろいろやろうと思ってるんだけどさ、やっぱこのチームいいチームだと思うよ。さっきもちょっと言ったけど、ヒカルとマエスさんとあのマホバイもいっぱいいるんだろうけど、いやいいチームだやっぱ。ヒカルはもちろんがやっぱマエスさんみたいにいないと思うんだよ俺やっぱ。なかなかね。こう徹してくれてこんなにコミットしてくれる、ね、これが多分なんなら一番いない存在じゃん。他のチャンネルと違いって、はい、他のチャンネルの。だからそこはもう強いなと思って。俺らのチャンネルそういう人いないからさ。普通いないですね。みんなまあみんながメインですよね。そうそうそう。だからこそこういうバカなこととかもうしにくいんだよね。基礎チャンネルって。お残り1分です。あー来た。歌いますか、相馬さん。ラストでも歌でしょ、やっぱ。確かに。決めます。最後何しますか。相馬さんの好きなエンディングっぽい。エンディングっぽいって聞いてください。あー、わかった。タクシー生活フィニッシュです。よっしゃ、20時間過ごせるんですね、一緒に。いやそうだね、人ってね。案外結構この空間にずっといるって結構やばいこと。やばいやばいやばい。なかなかやっぱりできないことだけどね。だって前さんもそもそもオリーブスパで2時間とかで抜けたじゃないですか、はいはいはい、僕ほんと抜けたのってトイレ休憩とか、そうだね、砂丘とかちょっとだけなんで、考えたらよく耐えれたなっていう。まあ若さですかね、そこは。しかしたら2歳差のね、まあ、2歳でかい人のでもやっぱ2歳のでかさはね。終わったらオリーブスパ行ってくださいもん、ぜひ。それよりも今寝たいですね。家で寝たい。そうだね。家で寝たい。そうだ。はい、では24時間タクシー生活、果たしてタクシー代いくらかかったのか発表していきたいと思います。すごい引き抜いてますね。すごいね。これが今回の24時間のタクシー生活の金額。じゃあその発表お願いします。合計金額は37万9540円。いやー、まあ一応入ってますね。プラスだからオーリーブスカートも入ってますもん。40万、5万とか言ったら、まあ、何やかんやとその他、うん、食費とかもろもろしたら50万近い。50万近い旅。いやもうアメリカ行けるやん。余裕になったかなと。いやーでもやっぱ気になってる人いるからね、24時間立ち行ったら。まあまあ、まあ、こっからさらに僕らタクシーでまた東京向かいますからね。別のタクシー見つけてもらってね、お兄が助けてくれましたね。助けてくれてまた、はい、別のタクシーの方が今横に待ってくれてるんで、俺に乗ってゆっくり帰りたいなと思います。はい、ということで今回は24時間タクシー歓迎生活なんとか達成ということで終わりにしたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、東京着きました。さらに16万かかりました。そんなさらっと、もうなんかもうどっちでもよくなってきましたね。もうわかります。よくわかんなくなってきたね。じゃあ家帰ってゆっくり休みましょう。お疲れ様でした。はい、ちょっともうタクシー24時間生活疲れすぎてて、完全に相馬さんの借金返済システム。あー、そのシステムも忘れて、もう忘れちゃってて。確かに普通に良かったですよ。いやまあそうですね。でも僕はもう別にいくらとかそういうの気にしないで、僕は一緒に楽しい動画撮れればいいだけ。じゃあ2万4000円です。24時間時給1000円。全然大丈夫ですか。あ、いいですか。いや全然そのうん。いいねだからさ、ティガで2万円だってさ、一緒に比べたらそれはね、もらってると思うから俺は全然言わないよ。ただその、絆はどうなるかね。二人
ある傷、あの20時間で、まあ、結構いろんな話をしたじゃん、やっぱり。濃かったよ。濃かったよ。濃かったっす、あれ、ほんまに。濃かって、時給1000円だよね。でも時給とかじゃないから。あれ、お金じゃないから。これでプライスですね。プライスレスだから、もう、いいんじゃないですか、2万円。そうっすよ。全然いいと思うけど。まあ、まあ、時給1万おっ、ってことはかける24 24万円であざっすあざっす。いやもうそれぐらいでしょあれは。いやー本当に値段じゃないけどガチきつかったよねあれはね。あれはきついきつかったね。あれはそれぐらいです。逆にもうあれでそれがいかなかったらもう次ないっす。コンビニ超えてきてるんでやっぱもう忘れるぐらいですから。あとはまあこの日はタクシー24時間から1週間が経ってるんですけど、うんね、ありましたねいろいろ。あれいろいろあって楽しかったっすよね今思ったら。いや楽しい、ワクワクがすごかった。いやいやそうなんだよ。いや、ワクいいじゃん。体で表現、体で表現しただけで。ワクワクあったから、見てる人もやってる人たちもワクワクする。どうなっちゃうんだろうみたいな。確かにね。あ最高でしたね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした、24時間。ありがとうございました。またね、何かあったら言ってください。また、やります、じゃあ。全然、2400円でもいいんでね。僕は、本当にお金にとらわれてないんで、全然。はい、はい、はい。ただ、絆はね、あるけど。お疲れ様でした。東京に馴染んできた店長にやっぱり見た目も変わってほしいなって思ってるんですよ。田舎っすよね。東京に染まってきたなっていう感はあるんですよ。ただ残念ながら店長の見た目ってもう田舎も丸出しだからちょっと今回やりたい企画ですが、店長ギャル男計画。今回店長のギャル男計画に力を貸してくれる助っ人がいます。とももちゃんです。もう全てトータルコンテストです。イベントアクロスさんにお伝えください。お願いします。お願いします。オペお願いします。店長お願いします。しょうがないな。